第37節、気圧の単位。前の説では、トリチェリーの実験について学びました。水銀が水銀面から約76センチメートルのところで止まるのでした。76センチメートルは760ミ、mm、リメートルですね。水銀中の高さが 760mm の時の大気圧を1気圧としています。そして、水銀中の高さを意味する単位として、mmHg が使われます。1気圧は 760mmHg です。Hg は水銀のことです。問い位置をやってください。そして、 トイニをやってください。電卓を使ってもいいです。トイニはできましたか確認します。水銀の1立方センチメートルの重さは 13,600kg です。底面積1平方メートル、高さ 0.76メートルの水銀の体積は1、1×0.76 イコール0.76立方メートルです。だから、底面積1平方メートル、高さ0.76メートルの水銀の重さは、13,600×0.76 で求めることができます。 それを計算すると、1万336になりますね。答えは1万 336kg です。トイさんをやってください。ここも電卓を使ってもいいです。トイさんはできましたか確認します。 1kg 1は地球上で約9 8ニュートンです。問いにで求めた答えは 1336kg でしたね。それに9.8をかけて求めます。すると、10万1 0 10 1292.8になります。答えは、 10万1292.8ニュートンです。底面積1平方メートル、高さ0.76メートルの水銀の重力はおよそ10万1300ニュートンです。1平方メートルの重力ですから圧力です。つまり、一気圧はおよそ 10万1300パスカルです。トイオンをやってください。小学生の時に1ヘクタールイコール 100R というのを学びましたね。ヘクトは100を表すのでした。10万1300パスカルは1013ヘクトパスカルです。 ヘクトパスカルは天気予報でよく使われていますね。問い語、問い録をやってください。これでこの説の説明を終わります。